長の今日は FM2 台から場所を慣れた公開の茶谷町イオンの前にある野球場前の駐車場からお送りしていきます。それから福島の米も来まかったわ。山だ。番組最後までお付き合いください。もし私が沖縄ではなくどこか別の土地で生まれ育っていたら、言葉を伝えることを教えていただきたいと思います。
どれぐらいですか曲。あ、そろそろですね。行きますよ。待ってください。はい。ポーズ。はい。ポーズ。ね。OK ですよ。
そう公開か、公開の主催が今日商工会になりますので、ね、なんか春って感じですね。そうですね、5分ぐらい前まで、ちょっと怖くなりましたよ。なんでですか？私が帰ってから。そう、どうしようって。いやでも、ドッホの描いた油絵で。あれ、なんだドッホみたいな。ドッホですよ。そうなんですよね。はい。ジミさんが。味付けとかもなんかレシピがあるんですか、それが
塩変わらず、また辛さも香辛料も人情で、給食でこの1週間は沖縄県産ピンク中何を考えてるの？県産ピン特集。そう。え？県産ピン特集でね。ちょっと親、例えばシイラ、魚のシイラ、はい、の、まあ、揚げ物、それからナムルもあるんですけど、ナムルの中に沖縄のいろんな野菜とか野菜を入れてる。で、それだ。めちゃくちゃ辛かったんですよ。辛いというのはしょっぱい。塩が異常に入ってるんじゃないかと思うぐらい辛かった。で、逆にシチューが出てきた。シチューが出てきた。高岩とかに検査のこれは。どう思いますか？シチューになんか大根が入ってるみたいな。そうそうそう。合わないような感じ。合わないよね。なんか水っぽくなりそう。でしょ？はい。それと、何？キュウリの外国のキュウリ。キュウリと、はい。ヨッキー。何？ヨッキー？違う。ニッキー？ニッキー。外人が言ってた。何でしたっけ？ニョッキー。そう、それをこうスライスして入れてるんですよ。合わないですよ。合わないですよ。合わないですよ。で、それが妙に結構ないろんなものを入れてるんですよ。みんな島豚で、なんか沖縄の島豚そう、島豚でしょ。島豚、人参で、島人参こんだけで OK でしょ、うん、でも、なんか栄養士の方はいろいろやっぱり話させてるさせたいのは試してみたいな。チャレンジャーなんでしょ。結構大きいですからね、規模。一人にあげるっていうものじゃなくて、何千人に。そう、すごいですよ。はい、給食センターの見学で行ったことあるんですよ。あ、そうです、うん。めちゃくちゃすごいですよ。新名長手っていう、でかいなんかお祝いの手伝いの中から1メートルぐらい。あれでこう、ザーッと来ますんだけど。そう。で、もう本当にストップ、ストップをもう少し大きくしたようなもので、こう食感ガンガン。具材をですね。すごい。そうですよ、ストップ。考えられない。ああ、だから分量ってとっても大変だなと思って。そうですね。多ければ多いのまた。でしょ？で、先週ですね、やたら、なんか、凝ったものがいろいろ出てくる。その中に出てくるんですよ。リンゴが出てくる。今、ね、ここも今、福島の、こう、リンゴがね、ちょっと食べてみたいな。あ、いいですよ、どうぞ。どうぞ、食べて。どうぞって。来て。来て。いいですよね。和田さん、さっき。和田さん。和田さん来てほしいですよ、ね。待って、ね、そう、ラブコールね。じゃあちょっと呼んでみますよ。前川さん、前川さん。前川さんって前川って言うし。あの鏡石からなんかこちらに。あ、和田さん。はい、わ、はい、かりました。あの山田さんが、はい、あのぜひリンゴ食べたいって言ってました。あ、わかりました。何を言ってるんですか。もう今の全部入ってますからね、最初の下りからリンゴ食べたいなっていうのから入ってます。僕リンゴ話違うんですけど超大好き男。リンゴ美味しいですよね。リ
リンゴ、リンゴばっかりするでしょ、リンゴ。リンゴヨーグルトに入れたらもう最高。そう、リンゴね。皮ごと食べますか。もう、結構拭いて。ね、皮とこの身の間が一番栄養価があるって言うんですよ。で、皮を剥いた途端、身は酸化して茶色くなっちゃう。バナナとかリンゴ、だから、あの皮っていうのはそれだけ抗酸化っていう酸化するのが腐るものを防ぐっていうものなんですよ。それは防腐剤とかも違うんですよ。そうそれに農薬といろんなものついてるからダメであって、うん、っていうので僕リンゴ結構、はい、リンゴって布巾か何かとかで磨くんですか。あのパパレモン、パパレモンないよね、今パパレモン。ないですね。最近キウイ皮ごと食べました。キウイってちょっとゴツゴツしてそうなんですけど、それは食べたくない。キウイの皮にも栄養があるので、食べた。キウイの皮食べる人っていないよなと思ったんですけど、山さん結構強いよ。食べたら結構美味しいです。そうですか。はい、結構美味しいです。ちょっと洗わないと。なんか毛深くないですか。あ、もう全然そんなことないんですよ。あ、そうなんですか。毛なんて1ミリもない毛が多いですよ。はい、一応人間の体の中で敏感なのは舌って言われてる。はい、あの髪の毛が入っただけでももう全然です。はい、いいかな。食べてみてください。食べてみます。はい、あのそれでリンゴなんですけど、はい、給食でリンゴが出たんですよ。はい、リンゴが出た時に、はい、リンゴってこの皮を剥いて出てたんですよ。うんうん、すごくないですか。全員分の皮を剥く。全員分の皮を剥くんですよ。確かに。ということで、はい、リンゴの町、さっきからちょっとこんにちは。はい、リンゴの試食。あ、リンゴの試食。入ってます。福島県の、はい、私これの、もう大変勉強不足ですいませんが、はい。自己紹介から、はい、お願いします。どうも皆さんこんにちは。こんにちは。私は福島県岩瀬郡の花見市岩瀬郡岩瀬郡。紫の発表来てる。紫が、
地元か。ありました。はい。あやめ。なるほど。あやめ。あれじゃないですか、ちゃんと。すごい。うまい。美味しい。甘い。うん。
なんかザ・リンゴ、はい、ペットリスト甘みじゃん。 APPLE、 なんて言いました。 APPLE アポ、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 うまい。はい、今回和田さんが、うん、お持ちしてるのはお米もあるっていうことで、まあ、今回は、はい、なんか始めしましたあるんだけど、ぜひ、ぜひ、はい、ちなみに
けあるの？リンゴの他に。おいしい。あ、なしさんの銘柄は何というの？新鷹。ああ、なんか中なんか戦前になんか新鷹山登れみたいなあれがあるんですよ。じゃあ、あとで、ね、この後です、次のゲストに来たいと思うので、極上の雫、はい、巻き場ですよ。そうですね、はい、いいですね、ぜひおいでになってください。はい、と思います。はい、ぜひ皆さん、はい、福島県のコーナー、リンゴも梨も、そしてツヤツヤのお米も置いてますので、はい、その奥で作った日本酒も、はい、いいですね、リンゴジュースも、はい、ありますので、はい、ぜひこのブースにね、お越しください。ぜひご堪能ください。小田さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、明日までよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。山田さん、はい、和田さんでしたよ。はい、はい、ありがとうございます。あの落ち着いた喋り方、あと一ついただきます。いいですよね。どうでしょうか、はい、何回でも試食作るからどうぞ。梨も行きたいですね。ザ・リンゴですよ。続いてですね、またゲストが来てるんですが、はい、今回、はい、ジャタン産業祭りです、はい、FM2 来がジャタン町イオン前の駐車場で、はい、特設ブースを開いて放送しています。はいはい、続いて今回は、続きまして、はい、こちらはどっちかな、大飲食コーナーですか。お二人ですね、ゲスト。はい、ではそうですね、お二人に、それぞれ自己紹介をご紹介をしていただきたいと思います。では福島さんからお願いします。はい、福岡町商工会福島です。私はヒアルガ商店ですね。はい、いい名前です。ヒアルガ商店、ヒアルガ、はい、よろしくお願いします。福島だったじゃないですか。はい、同じあの福島っていう字はいいのです、そうですね。ちなみに沖縄県、沖縄県、沖縄育ちです。珍しいですね、福島って地名。どちらですか。沖縄市で、沖縄市に福島っていう名字があるんですよ。ちょっとわからないですけど、どこから来てるのかは。僕いろいろ、はい、名字にはちょっと気になって、いろんな人たち聞いてるんですけど、ね、初めて出会いましたね。私もなかなか合わないですね。合わないですよね。津田さんっていう名前も素敵な名前ですよね。ありがとうございます。すごい。あの別の仕事で学校の先生してるんですよ。あー、すごい。いや、すごくはないんですけど、それで生徒の名前っていうんですかね、うん、たくさん今まで見たけど、はい、福島はないですね。自分も多分もう生まれて2回くらいしか会ってないですね。ないですよね。いとこじゃないですか、ほとんど。親戚なんですかね。けど全然あの初めて会った人とかで2人くらいは。あ、そうです。福島、沖縄市に1人いて、あともう1人の人も多分沖縄市だったと思います。そうですか。すごい。はい、ではあと一方、はいはい、今なんか名字とっても気になる、はい、珍しい名前だったので答えたくないんですけど、比嘉さん、比嘉さんとか茶炭自然開園の上地と申します。ああ、いいじゃないですか、はい、よろしくお願いします。上地さん、下の名前は。あ、私上地勲と申します。勲さん、未来にもフレッシュに上地さんいますけど。あ、そうなんですか。私は同じ名字は100名くらいやってますけども、もう沖縄のトップ10に入りますよね、はい、ですよね、はい、上地、下地。でも珍しいことにいつも宮古って言われるんですけども、逆に私は阿国の方になります。阿国といえば阿国の塩じゃなくて茶炭の塩、はい、ちょっと私どもは茶炭町で、はい、海水を汲み上げさせていただいて、はい、あのお塩を作ってます。あ、これですか。そうです、そうです。
すごい。あ、どうしてこの名刺は。いや、さっき置かれてたんですけど。あ、ウエッチさんのこれすごいじゃないですか。上に書かれてる文字言っていいですか。常務取締役ですよ。あ、もうわざわざありがとうございます。あ、もう毎日取り締まられてますんで。素晴らしい、この謙虚な態度、はい、ね、茶炭の塩万歳ですね。はい、ありがとうございます。僕茶炭の塩結構使ってますよ。あ、ありがとうございます。このちっちゃいこういうパックで、はい、サラサラのやつです。今回ブースの方も出させていただいておりますので、はい、お塩からあと茶炭の塩を使ったお菓子、はい、また今回お持ちしたんですけども、はい、茶炭のお塩を作るときにですね、にがりができるんですよ。あ、そのにがりをまた沖縄のお豆腐屋さんが使ってくれてるんですけども、はいはい、今度は逆に豆腐を作ったときに今度おからが出てくるんですよ。それを私どもで乾燥させていただいて、はい、今日販売してるんですけども、ぜひ召し上がってみてください。いいですか。これはちなみに、これはですね、はい、あ、乾燥のおからです。もうキュウリも大好きなんですよ。さっききゅうり聞いてました。ニョッキでした、ニッキでした。ニョッキです。ニョッキ、はい、これはポテトサラダ風。そうですね、乾燥からをお湯で戻させていただいて、はい、味付けをして、あとはですね、野菜の方を刻ませていただいて、はい、試食で出させていただいてます。マヨネーズも入ってますか。そうですね、マヨネーズ、ごまドレッシング、はい、いろんなのが。あ、おからなんですね、これ。そうです、そうです。なんかおからっぽくないですね。はい、いただきます。おいしい。おからはですね、もうほとんどが、半分以上が食物繊維なので、うん、お通じにも非常にいいですし、いいですよね。はい、わ、じゃがいもも入ってますか。はい、すべて多分正解です。おいしいですね。はい、ありがとうございます。なんか、あと5個ぐらい余裕でいけますね。うん、ぜひぜひ持ってきます。2枚今くっついてたんですけど。ヘルシーですよね。はい、しかもで、おからの方もですね、いろんな使い方があるので、うん、ぜひあちらに、ブースの方でいろんな試食の仕方もありますので、たくさん今、乾燥のおからということが皆さんの興味を引いていただいて、はい、生のおからだと日持ちがしないというのがあるので、乾燥おからだと、はい、サラサラ冷蔵庫に入れれば、はい、2、3ヶ月持ちますので。すごい、はい、このテクノロジー、はい、テクノロジー、テクノロジー、ここですよね、この商品開発のポイント。うん、そうですね。めっちゃ上げてるでしょ。ありがとうございます。なんか後からプレゼント持ってきます。いや、本当に使ってるんですよ。あ、ありがとうございます。ただの塩は、うん、塩結構好きで、あ、料理で、はい、都の雪塩っていうのをもらったのをきっかけに、はい、なんか塩がとっても好きになって、はい、で、僕ね、生まれて50、もう今年で1年か2年ぐらいになるんですけど、はい、塩のおかげでインフルエンザかかったの1回だけですよ。へ、塩と水だけは。やっぱりミネラルが、ミネラル大切ですよ。そうですね、この2つはもう人間が生きていくためにはなくてはならないものなので、うん、確かに少量ずつでも毎日取らないといけないので。うん、僕ここ、ね、会社前行ったことあるんですよ。あ、そうなんですか。宮城海岸沿いに。そうです、はい、ね、あって、中も見学したことが。 ありがとうございます。できるんですか。はい、へ、毎日、毎日って言ったら大げさになりますけども、台湾の観光客が見学に来ていただきます。やっぱり興味があるんですね。そうですね、台湾の方々はなかなか家庭で料理なさらないんですけども、お塩の方は購入いただいてちょっとでも使ってみるということで、少しずつではありますけども普及していってます。僕ね、この塩の使い方でちょっと皆さんにお勧めしたいのは、アイスがありますよ。アイス、はい、アイス、別にどこのアイスって言いませんけど、まあ、ブルーシールド言ってるじゃないですか。はい、突っ込んでいいですよ。はい、いいんですか。じゃん、はい、そのアイスにね、はい、少し塩をパラパラって巻いて食べると、このね、アイスがね、塩アイスじゃないですか。そうです、そう、本当に、ね、本当に美味しくなる。ブルーシールに塩チンスコアイスとかありませんか。あるけどね。はい、あれがうちの塩が使われてます。あらー、来た、よかった。そうなんですね、はい、開発も。そうですね、一緒に関連会社で南方通商というお菓子の会社があります。おー、ありますね、はい、そこのチンスコが、茶炭の塩を使っているので。おお、すごい。ブルーシールさんのコラボレーションで作られたのがこの茶炭の塩チンスコアイスというもの。すごい、なんかますます食べたくなりましたね。いや
いいですね。塩って本当にね、あの最近塩のこのマーケットがいろいろできてきてるじゃないですか、はい、で国際通りにも塩の専門店がありますよ、マース屋さん、マース屋さんいろんな、はい、その中でも僕はやっぱりちょっとしょ、ありがとうございます。あの、まあ、リーズナブルな価格で、はい、そうですね。で塩っていうのはね、どこでもこれでもいいっていうもんじゃなくて、やっぱりなんか合ってるものがあるんじゃないかと。そうなんですね、はい、自分に合った塩、そうですね、 あると思いますよ。料理とかまた、お菓子にもそうなんですけど、相性というのがありまして、やはりいろんな塩のいいところを取りながら、やっぱり相性いい塩を使っていくっていうのがお塩の使い方じゃないかなと。選び方のポイントってあるんですか？ですね、私どもの茶炭の塩の方は塩化ナトリウムという、あの辛味っていうんですか、うん、辛味の成分が非常に高いんです。だから逆に言えば素材の旨味を引き出せるので、焼き魚だったり おにぎりだったり、そういうのによく使われます。いいですね、焼き魚。そうですね、今はもうそうではないんですけども、昨年某コンビニさんでサタンの塩がおにぎりの原料として採用になったりもしてましたし。儲けてますね。儲けてはないんですけども、あとブログで山田優ちゃんが書いてくれたり、おにぎりに合うよっていうことで。あ、山田さん、はい、あの山田さんは、あの2013年のミス沖縄で、はい、沖縄観光の仕事をしてて、あ、そうなんですか、はい、それで、次に、あのなんか番組でも茶炭の塩をなんかアピールして応援していきたいね。ああ、ぜひぜひよろしくお願いします。別にあのスポンサーになれっては言ってないですよね。でもね、同じ茶炭町なのにね、なんかね、応援したいね、なんかね、応援しますみたいなね、はい、っていうのでぜひね、頑張って、ね、僕本当に、この海の近くに工場があって、はい、うん、昨日も僕ここ宮城海岸、はい、あの息子と一緒に、あ、そうなんですか、はい、釣りのポイントを探したり、またそこで僕サーフィンとかもするんですよ。まあ、沖縄で465番目ぐらいの順位ぐらいなんですけど。すごいですね、じゃあサーファーなんですね。まあまあ気持ちだけは。だからいつもこう見て、ありがとうございます、うん、なんかでもあの海が結構好きなので、はい、そういった部分でこういった仕事のしてる人たちもね、はい、あのちょっと聞きたいんですけど、ウイチさん、はい、あのね、役職を見ると、はい、常務取締役と僕から見るとだいぶ結構お若いような感じですね。いえいえ、そうですね、もう47になります。あ、若いですか。やっぱ塩のおかげですね。あ、そうですね、毎日茶炭の塩食べてるのが。なるほど、もう塩が身近にあると。このきっかけは何ですか、この塩を。あ、ですね、まあ、いろいろお父さんとかいろいろな方があったと思うんですけど、いや、この茶炭自然海塩っていうのはもともとは茶炭の有志の方々が立ち上げた会社なんです。え、そうなんですか、ね、はい、私も2年前までは南方通商の本社の方におりまして、おお、お菓子5年のですね、そのライバルのところで、ライバルのところですね、はい、そこにいたんですけども、それを、ちょっと茶炭の方が引き継がせて、茶炭自然海塩を南方通商の方が引き継がせていただいて、それからお塩の方が異動になったような経緯がございます。まだ2年半ぐらいです。あ、まだまだこれから。そうですね、まだまだ若い会社。あの CM もあるよね。はい、あります。あの茶炭の塩、あの塩の南方通称って、そうです、2人のツーショット、はい、ね、いい CM。 ありがとうございます。もうさっきから喋ってばっかりですいませんね。すいません、俺が喋りすぎました。いやいやいや、福島さんと植地さんとの関係は、はい、商工会と茶炭、私は職員で会員さんで、はい、そうです、茶炭の商工会の会員になります、私。なるほど、使ってますか、福島さん、茶炭の塩。あの友達に、あの内地に住んでる友達に買って送ったりしてます。あ、ありがとうございます。お菓子とか、あのベニーモタルト、あ、好きなんですよ、はいはいはい、友達が、はい、だからちゃんと南方の、はい、はい、もちろんもちろんですね。ぜひいつでも行ってください。あ、包丁であのパンフレットもらって頼んだら、はい、すぐにでも持ってきますもん、うん、あの、そうなんですね。話戻るんですけど、はい、工場のこの塩の作る過程とかが見れるんですよ、工場の、はい、
あ、塩のですか。そうです。すべて見れる、うん、見れる。だからなんかとってもね、なんか身近に感じられると、それが海に面してるでしょ。そうです。っていうところでとてもなんかドッキングしていいな。昔って塩ってね、はい、あの砂浜でこう天日干ししながら作ったっていう、そういった部分でやっぱり海の近くにあるっていうのはとても、うん、ナイスキャスティングかな、ね、よくご存知でお塩の作り方も、うん、最近塩は、塩のこう、なんていうんですか、一度こう塩作り体験をやったことがあるんですけど、はい、こう人、この人によって塩の粗さが違うって言いますね。違うって言われました。あ、そうなの。はい。こう作る時の、そうですね。細かさとか、あと性格が出てくる。性格が出る。B 型とか AB 型とか。ザラ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 だろこいつみたいな。大きくなりすぎたとか。はい、ああ。よく言われます。あるんですよね。っていうのは聞いたことあります。今回は塩ではないんですけども、はい、塩麹を作るキットとかも限定5個ぐらいですけど販売してると思います。キットが。要するに、麹菌と茶炭の塩を販売させていただいて、あとは合体させドッキングして、あとは水で薄めて自分で塩麹を作るような体験的なのも今回はテスト的に販売させていただいて、そんなキットがあるんですね。今回のために作りました。あ、すごい。じゃあもう5台限定5台、はい、限定5台これがあれば多分まだわざと出してないと思います。午後から出そうという。そうなんですか。はい、もうなんか限定っていうのにちょっと行かなきゃですよね。心を動かせてます。はい、ということで福島さん、はい、今日はなんかご紹介するものがあるみたいなんですか。はい、ヒアルガ商店って言って、はい、商工会 の、 あの会員さんで、あのだいたい14店舗くらいをあの出してるんですけど、ちっちゃいブースで、はい、町場みたいに、はい、あのテーブル の、 あの、うん、あの3分の1を1ブースとして、あのお店の紹介とちょっと販売をしてますね。これはどこで、ここ で、 です、ね、この会場内で、会場内でですね、このなんかぬくそうなテントの中でやってるんですか。いえ、三角の屋根みたいなテントで。あ、ステージ側ですか。ステージの近くの方ですね、やってます。ヒアルガ商店、ヒアルガ商店で、この地図はこれがあの出店の、あ、なんか懐かしい、どこが出してるのかっていうのがあって、あのメディアワールドさんは甲冑、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 あの侍の甲冑、はい、とかお米のあのとけしさんとか、はい、一本松はあの松尾ちゃんっていう調味料があるんですよ。それをあの今日はあの通常お店で350円を300円で出したり、あ、そのさっきのあの甲冑って、はい、一応今置いてるだけなんですけど、まあ、希望者がいればあの、話してきますよ。あの売れますかって。甲冑、沖縄で甲冑って珍しいですね。そうですね。甲冑湯っていうのは聞きますけど、ね、甲冑湯、あのかっこいいですよ。あの今あのブースのところにあるので、ぜひ後で、誰の甲冑なんですか。手作りでメディアマルさんが作ってるんですけど。すごいですね。すごい。すごい。ありがとうハウス。ありがとうハウスはあのビーズとかのアクセサリー作ったりとか、パーソンとかでアクセサリー作ったり、はいはいはい、あとハーブティーとかも置いてます。で、ライフさんもハーブティーとかも置いてますね。オーガニックのあの生活の木とかの、はい、置いてます。あの、そのね、ハーブ、またいいですか。はい、ハーブにね、塩入れて飲むでしょ。体がもっとあったもん。そうなんですか、植地さん。はい、素敵なコラボですね。私も初めて聞いたの。初めてでしょ、はい、いや僕やったことある。入れたわけ。試してみます。じゃあ何でも入れたがりなんでしょ。試したがりで、はい、もうめちゃめちゃ知ってます。入れるとみんなえっと思うかもしれないけど、おにぎりにせんべい、あ、おにぎりにせんべい混ぜましたよ。じゃあおにぎりじゃないです、いなりです。いなりのソフトカリに、いなりってこれ三角形だって言うじゃないですか、はい、そこ真ん中が終わってあのピタパンみたいにせんべいを半分に割ってそこ入れると、あのおにぎりのお米のムニャムニャ感と同じお米で作ったパリパリ感がマッチしてコラボレーションみたいな。そう、アイディアマンですね。アイディアマンかなんか分かる。面白いですね。うん、あ、ぜひあの私どものブースでも
先ほど食べていただいたおからと別の作り方があるんですけど、あその主食にはカラムーチョが入ってます。あ、へー、これやっぱお菓子を混ぜると何か化学反応が起きるんですね。グー、美味しい。カラムーチョ OK ですよ。あー、カラムーチョときましたね。カラムーチョ、カラムーチョきたね。いや、だけど本当に想像以上に美味しいです。あ、でもいいんじゃない、あのどっちかっていうとおからってパサパサしてるでしょ。そうですね。でカラムンチョって味が強いでしょ。その淡白な味とこのちょっと辛めのものがマッチング、はい、いいですね。非常に面白かったです。食べるまでは全然って言ってたんですけど、美味しかったです。でしょ、さっきの稲荷もやってみてください。はい、へえと思うけど食べたらうまみたいな感じです。あら、私も食べてないんですけどね。ダブルデッカーさんとか、はい、ダブルデッカーのあのピクルスが販売されて、出ましたピクルス、ピクルス好きのピクルス作るんですよ自分で。こう見えてもみたいな。ダブルデッカーのあので出してる野菜に使われてるお野菜も売ってますので、ぜひ。あとは野菜があのハワイアン雑貨、あのマルキ電機さんがハワイアン雑貨取り扱ってて、うん、それも売っていたり、はい、あとあの自然開園の近くのあのグラシューさん、はい、こちらもあのパン屋さん、パン屋さん、はい、パンとあの焼き菓子置いてます。あ、山田さん、はい、12時になったので一旦、はい、ジングルを入れてまた引き続き、はい、あ、はい、わかりました。牛島さんと植地さんに、はい、おしゃべりの続きをしていきたいと思います。はい、はい、じゃあ一旦ジングル、はい、ジングルいきます。これそのまま続けていいですか、はい、読んで、うん、時間は大丈夫ですか。大丈夫です。のいいですね、うん、ありがとうございます。面白かったです。ちょっとおからムーチョ取ってきていいですか。はい、あ、山さんですか。ちょっと今ラジオ出てますけど、はい、ちょっと真っ直ぐですか。真っ直ぐ一番奥の方です。はい、2013年のミスオッケー。綺麗ですね。あ、いいですね。はい、スポンサーの件、はい、はい、検討させていただきます。同じ茶壇町なんで、はい、自分は学校で、一応あの教え子のお姉さんその付き合いで、チンスコーとあとクッキーも売ってますし、あとカントリーマンも、あ、カントリーマンは、はい、沖縄限定バージョンのやつを、あとでかいね。あ、ぜひぜひ。まあ、今日自分の方でちょっと頑張って
ろいろお願いしながら、はい、地域も頑張らせて、国も頑張らせて。わかりました。ちょっとじゃあ検討させていただきます。ああ、野田さん遅いですよ。山田さん、山田さん早く、山田さん、あ、なんか作ってる。ふいさん、CM 次流していいですか。CM 行きますか。はい、間に合いましたか。はい、はい、どうぞ。 CM 赤でいきます。カラムーチョ来ました。あ、みんな撮ってきてくれたんですか。はい、優しいじゃないですか。カラムーチョがかかって、うん、予想以上に美味しいですよ。カラムーチョだけ、うん、美味しい。カラムーチョと大根、そうですね、千切り、そんなに辛くないですよ。はい、うまい。野菜刻んでごまドレッシングだけかけて、はい、あ、なんかこう細さとか長さを揃えてる CM の音もいいですね。はいはいはい、CM の枠ということで流しているんですよ。あ、山田さん、はい、CM 入りますね。 CM 入れていいですか。ここで聞きます。こういう感じ。はい、すごい機材なんですね。はい、CM を使って、あ、はい、すごい試食もたくさん人がいました、はい、皆さん、茶壇町の婦人会に、あ、女性多かったです。そうです、そうです。手伝っていただいて、茶壇の特産品を作ろうということで今頑張っていただいてます。それに私ども協力できないかということで、はい、ブースの方ちょっとお貸ししてやってます。茶壇の特産品は何ですか。塩とお酒ですね。茶壇町の、新たなやつ何かできないかなということで、なんか今考えてるものってあるんですか。塩さんと、はい、やってます。塩麹を使ったパンであったり、それがあの、まあ、うちのところに売ってるのでパンですか。はい、塩さん、中曽根宏って知らないですか。中曽根相撲の、あ、分かんない、はいはい、相撲ですね。先生なんですけど、いつも南方通商の歌詞を持っていたりする。ああ、そうなんですか。ありがとう。こんなに箱にですか。賞味期限1週間で切れるみたいな。ああ、ありがとうございます。がっぽり持ってる。10分間やった後にまたゲストチェンジしていきましょう。はい。最後 PR を。はい。分かりました。苗木とかもらいましたか。もらいに行かないといけないです。あ、もうなんか今見る限りあと2つ。 FM2 台です。はいはい、すいません、すいません、ちょっと今苗木の話してました。主婦になってましたよ。あら、奥さんみたいな。いやもうあれはですね、絶対もらった方がいいですよ。いいですよね。無料ですからね。無料ですよね。はい、はい、もうさっきちょっと衝撃だったのは、はい、町長が、はい、あのうろうろしてましたよ、まだ。はい、あ、何ですか。なんか、あの、見ました。待ってるんじゃないですか。見ました、あのスタイル見てる。あ、なんだろう、ベージュのジャケットですか。ザ・ゲートボールに行くぞみたいな感じ。それも仕切るぞみたいな感じの。いやちょっと帽子かぶって来てほしいですね。ね、来てほしい。あの、バイバイしていきましたけど。バイバイしたんだ。はい、
12時から、はい、奈良地区山田みなみワンダフルワールドで、はい、引き続き北谷町商工会の福島さんと、はい、それから北谷の市長、はい、ウィッチ社長ジョン取締役を迎えていますが、ここで商品の、ね、PR をまた聞いて、はい、次のゲストに、ね、バトンタッチしていきたいと思いますが、はい、うわあ、まだですか、このあこの早速私が持ってきた、そう、はい、先ほどウィッチさんが話していた、そう、カラムンチョをコーティングしたおから、はい、そうです、はい、イン茶炭の塩入り、はい、そうですね、まだ食べてないんですか、まだ食べてないです、え、食べましたよ、なんで食べてるんですか、持ってきた、いや、これみんなで一緒に、ああ、そうなんですか、っていう流れで やりたかったなって思ってた、あ、そうですか、もう食べましたもん、もういいですよ、ちょっと苗木もらってきてください、いや、うまかったよですよ、はい、ありがとうございます、私たちは、はい、あ、どうぞいただいてください、あれ、はい、どうぞ、あれ大根とキュウリと人参、はい、え、僕さっきそれを聞きながら食べてたんですよ、はい、そうなんですか、あの人間のね集中力ってあれだね、当てにならないね、うん、なんか目の前になんか好きなものがあると、うん、人の喋ってることとか全く聞いてないね、ちょっと生徒の気持ちが分かった、うん、ぜひ面白い味なので、うん、本当だ、辛さも出てきますね、そうですね、じわりじわりと、面白いカラムッチョとあとゴマのドレッシングをあえてあります、ゴマドレッシングとこのおからがマッチしてますね、はい、そうですね、うん、これおばあたちが食べたらびっくりするよね、はい、これ確かに先ほども話したように食物繊維が非常に豊富なので、うん、逆にあの女性の方、うん、のお通じとかに非常にいいらしい、腸にもいいんですね、腸にも優しい、はい、もう今すぐでも今日の夜から始めようかおから好きですよ、はい、でもね、あの豆乳毎回朝は豆乳なんですよ、はい、あら、私と一緒ですね、あ、そうですか、はい、あれそうなんですかなんか豆腐って体にいいって昔からそうですね、はい、言われてるけどなかなかこう取る機会って少ないんじゃないですか、でもこういった形で違うね、味を変えて、うん、味を変えてやってる、子供にも食べられます、カラムチョ、はい、うん、また男性人であれば、うん、青森のおつまみ、あ、こういうのでもいいのか、うん、ヘルシーですし、はい、ですね、お酒も進みますですよ、進むとそうですね、食も進みますから、カロリー高いのつまむんじゃなくて、はい、こういった食物繊維を取りながら、はい、青森を飲むって、うん、人体実験で私も3年ぐらいで痩せようかなと思ってます、あ、絶対いいと思いますよ、実験中ですか、今日からやります、あ、あのね、僕やってるんですよ、あ、そうなんですか、去年から、はい、ね、もう、はい、8.4 キロしましたよ、え、すごいですね、1日、あの、1月の中で10日に1回1食だけ食べるんですよ、10日に1回だけ1食、はい、で、1ヶ月に1回だけ朝昼晩抜くという、あ、1日何も食わないんです、1日何も食わない、その代わり豆乳だ、豆乳を飲む、そしたらですよ、豆乳のありがたさが分かるんですよ、で、その時にまず豆乳飲みますよ、次は豆乳に塩を入れて飲むんですよ、あ、そしてその次は何も入れずに飲むんです、またみんなバカにするかもしれないんですけど、もうこれで8.4 キロ本格こうかなと思ってます、すごいですね、私も豆乳ダイエット、ちょっと飽きますからね、そう、そう、本当にね、はい、去年はこういう本を出したんですけど、あ、本当に本を出されてるんですね、すごい出したんですけど、はい、今回は豆乳でダイエット、本出しちゃいますか、出しちゃいますからね、イン茶炭の塩ぜひいいですね、はい、まあ、植地さんの今後のおからダイエット走ってるんですか、はい、ちょっと頑張ります、ね、おからダイエットの経過も見ながら、見ながら、はい、出していきたいんですが、最後にね、植地さんの方から何か、今回ですね、はい、沖縄茶炭自然海園、いろいろ茶炭の特産品を作ろうとして、はい、いろんな商品ちょっと試食で出してます、うん、ぜひですね、皆さんのアイデア等々ありましたら、うん、逆にご連絡いただければ、うん、それをもとにいろいろと試作をしてみて、うん、茶炭の本当に特産品を作っていきたいと思ってますので、ぜひ皆さんのお声聞かせていただければなと思いますので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、もう僕今妄想たくさん出てきました、
ぜひぜひ。もういいじゃないですか。これに練り込めばとか。はい。さっき言ったあの福島の方がいましたよね。はい。漬物にやっぱり欠かせないのがお塩ですよ。はい。福島でも茶炭の塩を使っていただいてます。すごい。はい。ありがとうございます。親密ですね。すごい、なんか鏡石の方々がいろいろと使っていただいて、すごい、なんかもうさすが常務取締役、いやいやいや、もう PR のアピラーになってますあそこでも使ってますよみたいな、アピラーって懐かしい久しぶりに聞いたそうですか、はい、あ、はい、本当にね、いろんな、ね、あの工夫したアイデアがね、もう待ってるんで、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。福島さんからも、はい、ヒアルガ の, あの企業さん 何店舗か紹介してないので、うん、紹介したいと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。あの青のビー玉っていうところがあってそこはもうパワーストーンとか、あ、パワーストーンとか、あとあのギャラリーくるみえさんはアートグッズが販売しています。え、ここに来てるんですか。はい、あ、すごい、わかりますか。来てます、来てます。ユニエさんのもありますね。ユニエさんですね。あのサウザ化粧品、おサウザの方もあって、あとココのネイルグッズも売ってます。へえ。ですね。で、あとお花のポプリさんから、うん、あのブリザードフラワーとか、はい、あと首にかけるあのハワイとかですか、レイ。お、あれもあの販売しております。あとはモンブランベーカリーさんの三人ロールとかも販売してますので、ぜひ、はい、いろいろ。三人ロール。あの、呼んでましたよって言ってたロールと一緒にどうぞみたいな。はい、たくさんなんか、こまごまとあのちっちゃいのがたくさんいっぱいあるので見てて面白いと思うんですよ。なので、なんかいろんなものが見れて、うん、普段はいろんなところに足を運ばないといけないけど、ここに一堂に集まってみんな見れる。そうですね、試食もできると、メッチさんにも会えると。はい、ぜひぜひ皆さん、はい、ブースにも遊びに来てください、ね、はい、今日は本当に福島さん、メッチさん、ありがとうございました。ありがとうございました。山田さん、ヘッドホンは外してる場合じゃないですか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では爽やかな2人でしたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いいですね。カラムンチョっていうのはなんかいい、びっくりしました。うん、なんかこういろいろと開発していくっていうのは大変でもあり、はい、でもやりがいがありますね、うん、なんか聞いてるとすごい楽しそうでしたもん、うん、どんどんこの中でもどんどんアイデア出てきます。出てきますね。チャーリーさんのアイデアすごい。豆乳にしようって、なんかちょっと美味しそうとか。美味しいですよ。ハーブにしようとか。ハーブもいいですよ、うん、ホット塩って結構何でもいけますね。何でも合いますよ。なんか持ってれば本当に、うん、なんかご飯食べに行くとか、はい、いいですね。はい、はい、続いてお待たせしました。よろしくお願いします。では次の時間産業祭りの飲食コーナーから素敵な方に来てもらってるので、はい、ちょっと自己紹介をお願いします。はい、沖縄畑のオーナー、ヨーシーこと勝見義則でございます。ヨーシー、ヨーシー沖縄畑から、はい、はい、YOCHI、はい、沖縄畑ヨーシー山さん、はい、聞き逃さないでください。何ですか。あ、もういいですよ。あの、もうとってもいい香りがしてるんですよ。もう、あの、カフェ私の香りじゃなくてですか。あ、じゃあこっちです。あここカフェのですか。もう、コーヒーは、はい、やっぱね、これもう本当に卑怯ですよ、この匂い、まあ、どんな女性の素敵な匂いもこのコーヒーにはね勝てないな。僕女性の方が好きですけどね。あ、そうですか。なんかね、わかります、コーヒー豆の匂い最高だな。なんか全ての世界を作り変えてしまう。はい、まあ今回はコーヒーではないんですけど。あ、じゃないですか。はい、あ、そうなんですか。そうですよ。コーヒー持ってきてますよ。はい、紹介お願いします。はいはい、今回、はい、ステーキ丼で、出店してます。うん、なんとこのステーキ丼は、去年沖縄グルメ頂上決戦で、はい、優勝させていただきました。おすごい、これ沖縄ナンバーワンの、はい、そう
ステーキ丼を、はい、あらーちょっとですね先にいただいていたステーキ丼があるので、はい、これ肉厚ですよねかなり。そうですね。わー何牛ですか。あ今回サーロインですね。サーロイン、はい、これはサーロイン牛は沖縄の。沖縄のではないんですけども、まあ、厳選した、肉を使っております。とても、柔らかくてジューシーなのが特徴ですね。あなるほど。こう味付けとかにもやっぱりナンバーワンになるならではのこう決め手があったと思うんですけど。そうですね、まあ、タレの方にもこだわりまして、はいはい、ちょっと塩麹を使った自家製の塩麹を使ったタレを使用しております。うーん、そうなんですね。なるほど。ちょっと美味しそうな美味しそうなサーロインステーキ丼、はい、山田さん、はい、ちょっと試食してみましょうね。はい、このちなみに沖縄県でナンバーワンなんですよね。県内いろんな市町村で、うんうん、グルメイベントが行われてるんですが、はい、そこの優勝、うん、準優勝したチームが集まりまして、はい、一昨年ですね、茶壇の C1 グルメバトルで優勝させてもらったので、はい、茶壇代表として、大会に出場しまして、はい、で、観客3万人以上の中 で、 です、ね、3万人すごい、ね、この前で作るんですか。そうですね。すごい。2日間で3000食売りまして、あ優勝させていただきました。なるほど、すごい。すごい。もう本当におめでとうございます。ありがとうございます。その商品がこれなんですね。はい、はい、じゃあちょっといただいてもいいですか。どうぞ。じゃあ、ちょっと、はい、僕初めてなんですよ。サーロインステーキ。いや、この丼を食べるのが。ステーキ丼ですか。はい、私も食べたことないですけど、よくネットとか、はい、情報誌では 見るんですが。うん、いただきます。いただきます。では、あ、今日は福島のリンゴとか、茶壇の塩、うまでしょう。美味しい、うん、ありがとうございます。ニンニク、あとニンニクも効いてますね。うーん、あこれ福島の米と合うかもしれないな。コラボしたら、うん、最高ですね、うん、超高級品ですよ。ひょっとして塩は茶壇の塩を使ってるんですか。そうです。おお、植地さんもう本当にすごい、みんな茶壇のみんないい人たちですね。いいものがきっと詰まったサーロインステーキ丼。美味しいですね。一昨年まではですね、はい、まあ、茶壇の塩麹ソースということでやってたんですが、はい、塩麹も茶壇で作ったの、はい、前回やれて沖縄グルメ頂上決戦の時からですね、はい、そこにニンニクや味噌なんかもさらにプラスしまして、うん、さらに美味しいソースになっていると思います。美味しい。美味しいですね。うん、第1回の優勝者なので、この優勝した後の売れ行きとかってどうですか。そうですね、やっぱり毎日飛ぶように売れるようになりましたね。でこの肉質とこの量で、はい、まあ、お店の方でも630円と、うん、お安く出してますので、とてもお肉の量結構多いですよね、これで、はい、630円で、うん、不思議。今回のステーキ丼も630円でなんと、あ、はい、30円も割引しております。630円も割引したらすごい、はい、ありがとうございます。すごい。今回はうまい棒3本分ですよ。そうですよ。3本です、1本じゃなくて。うわー、すごい。6件で今回は提供してるということですね。提供してるということなので、最初、僕たちも食べたんですけど、はい、いいですね、なんか、この少しほのかにニンニクがふわっくるのがいいですね。うん、美味しいですね。うん、これを作る、なんか、このレシピのきっかけっていうのは、丼にしようと。そうですね、やっぱ沖縄畑というのが、うん、はい、まあ、観光の方などが、うん、沖縄に来たら
あの食べたいって思うものが全て揃ってるっていうのがゆりの店なんですね。大体のも沖縄料理は置いてるんですけども、やはりあの沖縄に来たらステーキ食べたいっていう方も多いんです ね, ですね、はい、なので、ステーキの方にも力を入れておりまして、懐かしいのはですね、山田さん、はい、このミックスベジタブル、人参とかトウモロコシとか、あの山田さんグリーンピース嫌いでしたね。はい、お邪魔なので。本当にそれが、はい、沖縄ならではない、自分たちあの他府県に大学の時代過ごしてて、はい、そのミックスベジタブルってなかなか食べる機会とか料理であまり出てこなかったんですよ。でも沖縄行ったらワンスが出てくるじゃないですか。そうですね、ザ沖縄みたいな。それが混ざっていて、で、あとご飯に染みてるこのニンニク、この肉、これだけでも肉を食べてる感じになる。なるほど、美味しいです、ね。うん、こっから見てるだけでも食べたいけど、もうせっかくヨッシーさんに来てもらってるので、チャーリーさんストップ。あいいですね、チャタン産業町。そうですね、畑さんの場所は、うん、どちらにあるんですか。そうですね、三浜のですね、はい、三浜団地向かいになりますね。あのなんか動物の絵が描かれてる。土屋の方ではなくて、もっと三浜の方に、うん、はい、すごく高い、団地が3つドンドンドンってあるところがあるんですが、あ、そうです、はい、うん、58号から1つ入った、あのそうですね、あのガソリンスタンドのところから入って、はい、うん、まあ、すぐローソンがあるんですが、うん、そこを右に曲がるとすぐですね、はい、いいですね、今の沖縄っぽい説明、はい、ガソリンとかローソンとか右に入るとか一番目どこよみたいな感じで皆さんが聞いてる人そこがいいんですよね。そうですね、あそこかみたいな、はい、ここか分かる人は分かるという、ね、まあね、最近の方はもうね、検索するとすぐ地図出せるんで大丈夫かなと、うん、ね、沖縄畑はい、あのこの僕お店のタイトルってとっても大切じゃないですか、人、この沖縄畑っていうものを持ってきた、ああ命名の理由ですか。ですね、はい、まずはあの、まあ、沖縄の食材、うん、地産地消っていうのを掲げて、うん、まあ、でとにかく分かりやすい名前にしようっていうので、うん、まず沖縄っていう名前を付けようと思ってたんですね。あ、ヨッシーさんは出身はどちらですか。出身は北海道です。あ、そうなんですね。北海道、でっかい道、超古い、あれも、はい、ただ沖縄料理が好きで、はあ、沖縄食の食材についてもすごい勉強して、はい、沖縄食材スペシャリストっていう検定も持ってるんですね。へー北海道出身なんですけども、はい、どれぐらいなんですか。なんか僕今スイッチがちょっと入ったんですけど、はいはい、18年になります。沖縄に来て、はい、へー、うわスペシャリスト、そういう検定があるんですね。あるんですよ。なのであの沖縄の方よりも沖縄の食材には詳しい自信はあります。多いですよ、なかなか地元にいてなかなか知らない。そうですよね、またこのスペシャリストっていう資格を持ってるっていうのはかっこいいですね。知りますからね。なんかこう質問してください。なんかあれ、なんか知り合いですか。ああ、いやいやいや、そうですね。そうですね。あの、なんか、そうですね。質問してください。スペシャリスト問題。じゃあですね、はい、急に振られるとあれなんですけど、はい、じゃあ、うん、沖縄のマグロで、沖縄のマグロ、秋田魚問題。一番、はい。はい、水揚げ高が多いマグロは何マグロ。はい、黒キハダ。ブー、メバチ。そうです。あーあー、わからないです。ああ、じゃあ、はい、あ、いい問題伺います。はい、はい、お願いします。農業で、うん、一番多いのは、はい、サトウキビですが、はい、サトウキビ、言おうから、はい、サトウ、はい、みたいな。2位は何でしょう。はい、
はい、旗箱、人参、慌てよ、パイン、あ、パインナップル果物ね、沖縄で、人参、あ、渋い、あ、野菜ですよね、じゃないんです、サトウキビじゃないんです、あ、でもない、アセロラ、ヒントはみかん、花です、花、花、花、ハイビスカス、あ、ハイビスカスね、沖縄の花、あまりめでたい時に出る花ではないですね、キク、正解です、あ、キク、これ意外でしょう、あでも多いですね、でもよく見るよね、太陽のキクとかね、うん、あ、でもさっきキク飾らないよね、そうですね、お葬式かな、あー、聞くね、なるほど、高いかな、うん、言われてみれば、へえ、こういう問題も出るんですか、出るんですよ、ちょっと受けてみたいですね、受けてみたい、あ、いいと思いますよ、うん、ね、これってあれですか、マークシートですか、それとも4択ですね、あ、OK ですよ、なんかセーフセーフ、沖縄食材スペシャリスト、あとは旬の時期ですとか、うん、栄養素ですとか、ああそれ難しそうだね、栄養素も結構大変でしたね、覚えるの、あ、でも最近知ったんですけど、レタスってよく食物繊維が多いっていうんですよ、でもそんなにまで食物繊維はないだろう、そうですね、実際はレタスっていうものがあったり、なんか自分たちがこうね、思い込んでるのが実際はそうでもなかったり、そうでもないと思っているものがなんかあれって意外な、そうなんですよ、そう、ね、正直レモンのビタミン C ってものすごく少ないですからね、何を言ってるんですかそうなんですか、そう、もうそれよりも多いものはもうたくさんありますからね、ちなみにビタミン C って、ね、酸っぱくないんだって、ビタミン C 自体は、あれはレモンに持ってる酸味とかそういったもので、はい、そうなんだね、イメージですよね、酸っぱいっていうイメージですよね、うん、ビタミンが、そう、ビタミン C みたいな、そうです、もうすごいイメージが、 CC デモンとかあるから、なんか多分ね、酸っぱさがビタミン C とみんな、ね、ちょっと思い込んでるかもしれない、ね、実は違うんですね、違うイメージは豚とかに入ってたりする、入ってたあ、でも面白いですね、でもそういうものをしながらこの食材を作っていくっていう、なんか説得力がありますよね、体にいいもの、そうですねだからね、よく感じるのは、はい、沖縄には結構いい食材とか、うん、ね、これだけいろんな、ものが取れたり、うん、それからこれだけ太陽とかね、それから海の恵みがあるので、うん、いろんなものが育っているんですけど、はい、なかなか沖縄の人ってそのものを調べたり、うん、当たり前になりすぎて、うん、なんかそれに感謝したりとかっていうのがないなっていうのを、やっぱりこういった検定を受けるとか、他府県から来てその良さっていうものを見て、こう逆にこう教えられてるのか、今のこのラジオの時間内でかなり教えられました、ね、教えられました結構沖縄県民頑張ろうっていうですよね、はい、2013年のミス沖縄なんですよ、ああ素晴らしい、私も観光の、はい、仕事をしてザ・沖縄発信なんですけど、はい、みんな、あ、そうなんですね、ね、やっぱりそうなんです、でもそれがあるがために、はい、自分が、ね、知らなかったという事実を、ね、確認するという部分でも、ね、うん、いいことですよ、ですね、はい、ちょっとこれからも引き続き私も沖縄のリサーチを、はい、頑張りたいなと思います、ですけど、なんか沖縄になんかこう聞きたいもの、結構自分ですよ、僕は52年間沖縄に生まれて生きて住んでるんですけど、はい、まあすごくはないんですけど、はい、なんか、あ、これは沖縄ちょっと違うんじゃないみたいなものあります、これはちょっと、ね、僕他府県に行った時に、うん、この自転車運転してる時みんななんか帽子ヘルメットみたいなの被ってて運転してたんですよ、あー、なんか、あ、超恥ずかしいなみたいな、沖縄って帽子被ってないです、そうですよね、カリバーって、それと今でこそ自転車ね、結構多くなってるけど、うん、昔さほど自転車に乗るっていうのがなかったですね、沖縄県は、沖縄ではあんまり見かけないです、他府県で結構、ね、自転車乗るでしょ、そうですね、人の方歩かないですよね、歩かないですよね、そう、歩かないですよ、それが車社会が、ね、うん、だからちょっとね、26ショックって言って今まで平均寿命が1位だったのが急に26位になった、
でだん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 ね、男性もそのメタリックボリックな体型になりつつある。だから今ね、あのいろんなラジオ局でね、まあどこって言いますけど、ラジオ機能とか言ってるじゃないですか。1キロ減らす、1キロ減らすと。でもあのね、食を関わってるのに、よしさん結構スタイリッシュな、うんね、そうですね、食には気をつけてるんですか、普段から。そうですね、毎日飲んでるんですけども。はお、毎日飲んでると、そしたらあがつくものですか。あがついて、最後にはDがつくものですか。これもね、カロリーの勉強なんかもしてるもので、やっぱお酒で一番カロリーが低いのはワインなんですね。はい、で、赤白、赤、赤が低い、あ、まあ、あ、両方ともいいですよ。これ、リスナーの方から来てましたよね。はい、お酒の1位から10位までカロリーが、はい、出てました。ね、はい。そうそう。はい、やっぱりまあ。まあ、一番低いのは実はまあ、ビールなんですけど、うん、ビール度数低いじゃないですか、はいはいはい、まあ、なんていうのかな、飲む量としての総合のカロリーでいうと、やっぱワインがダントツカロリー低いんですね、うん、なので40過ぎてからはワインしか飲まないくしてます。あえて、なんかおしゃれですね。おしゃれですよね、ワイン。結構泡盛って意外とカロリー高いんですよね。僕はですね、さっきほども話したんですけど、植地さんたちの茶田の塩、茶田の塩の、はい、食にはとっても気を使う、うん、今10日に1回、1日1食、うん、10日に1回ですよ。で、1月に1回3食抜くっていう、ちょっとして、うん、いいですよ。なんかそうですね、最近なんか絶食って流行ってるみたいですね。絶食が流行るって怖いですよね。でも、はい、本当に僕の周りでもやってますか。なんか買い作ろうかな。3日間水しか飲まないっていう健康法が流行ってますね。ああ、僕は無理ですけど。そうですね、それはちょっと勇気がないな。うん、今多いですね、1日これだけとか1食ドリンクだけとか、うんうん、それとね、ちょっとさっきから気になってた僕、エプロン。エプロン、はい、このエプロン、いいところに気がつきますね。これね、なんか憧れだ、はい、本当に。この黒のエプロン、下だけ。そう、なんか、はい、よく調理実習の時に三角の頭巾つけてさせられて、はい、なんかお母さんのエプロンみたいなんですけど、この辺にチューリップが超はずとか思って、で、それでわざと忘れて、あ、持ってきませんでしたって、はい、あんなの言ってたのよ、もうって怒られて、いや、絶対持ってきてるけど、恥ずいから、ちょっと恥ずかしいみたいな、うん、俺がチューリップな、みたいな、ちょっとプライドがあったわけ。でもなんかこれ好きなんです。そうですか、お店オリジナル。なんかよくかっこいいですよね、うん、ピシッって、足が短いのがバレないんですよ。いやいや、何を言ってるんですか。クロッチのいいですよね。うん、なんか、この仕事に就くっていうことは、なんかやっぱり食とかいろんなそういった部分にとても興味あったんですか。そうですね、やっぱりもう食べるのが本当に好きでしたので、高校生の時からですね、私一人暮らしだったもので、たまにどっかで食事しますよね、それを味を覚えて、その味ができるまで家で何回も作ったんですよ。そういう生活をずっとしてたら、はい、まあ、大抵のものは作れるようになってしまいまして、あ、ね、まあ、まあ、専門学校を卒業するまでには、はい、そうですね、もう、なるほど、友達がよくうちに遊びに来てましたね。あ、でこういう振る舞うのも好きだったんですね。この美味しいって言われるのがたまらなくてですね。それはいいですね。それはなんて素敵な方なんですか。それはいいですね、はい、たまらないですよ。いや、もう味を覚えてお家で作るっていうのがすごいですね。すごい、なんか本を覚えてお家に帰って書くみたいな感じですもんね。そうですね、もうサッカーでゴール決めるぐらい気持ちいいですよ。うわ、すごい、いいな、いいですね。いや、なんか楽しい。しかも高校生の時からもうそういう、食べては作って、好きなんだね。好きでしたね。そのヨッシーさんが、はい、まあね、
ちょっとタブーかもしれないんですけど、沖縄にいろんなね、お店があるじゃないですか、はい、もちろん自分のお店が一番だと思うんですけど、なんかここちょっとライバル心、うん、あのどうっていうのをこっそり、まあ、大きな声では言えないと思いますが、はい、小さな声では聞こえないという。あ、でもこれは結構聞いてる人気になると思いますよ。だってよね、グルメ頂上決戦優勝の人がここがって言ったら、逆にそこが流行ったらまた嫌だね、嫌だねってことはないけど、いや難しいね、これ一つに絞るのが難しいですね。そうですか。なんかこの食べ物の種類とかでもいいですね。そう、でもやっぱいろんなところに行ってるんですね。リサーチとかするんですか、やっぱり。しましょう、しますよ。ああ、しますか。ま、周りがやっぱり食べ、すごい、ヨッシーさんの舌は超えてる。沖縄に400店舗は行ってますよね。ああ、なんか記録とかつけますか。あ、全部一応まあだいたい記録には残ってますね。すごい、なんかもう聞けば聞くほどで、どんどん聞きたくなりました。やっぱり、はい、例えばまあ例えばチャンプル一つにしても、はいはい、ここのチャンプルうちよりうまいってあるのが僕は許せないので、はあ、やっぱチャンプルだけに限ってもいろんな店で食べて、はあ、一番美味しかったところよりも美味しいチャンプルを出そうっていう、はあ、っていう考えにはなりますよね。はあ、僕あのいろん自分も食べるの好きでいろいろ行くんですけど、一番美味しいのは、はい、妻が作る料理なんですよ。おお、あー、それ言えなかった。妻いねえや。うまい。いや、なぜかというとですね、これは美味しい美味しい何かじゃなくて、はい、多分鳴らされてるんでしょうね。その厚さ、はい、それから塩加減、うん、量、それがベストマッチで来るから、多分それが美味しいなって感じるでしょう。それが何十年ってずっと続いてくると、続いてるからですか。はい、だから妻が亡くなったら多分僕3日ぐらいで行きますよ。本当に。それでもたまに、はい、最近うまいと思ったのがあったわけ、実際に。はい、何だったんですか。あるなんかプリンみたいなの。はい、それは何か、うん、あ、それは近いんですよ。へえ、しかもそれで、だからこれってやっぱり自分のその美味しさって、うん、まあ、いろんなグルメとか、うん、いろんなものがあると思うけど、その人がどれだけこの人のために作ってくれようかっていう部分もやっぱりそのエッセンスの中にね、なんかいいこと言ってます。あ、それはそうですね、まあ、一緒にいいこと言ったかな。本当にそれあると思います。よくね、誰かが料理は愛情って言いますけど、うん、本当に料理って愛情が入るんですよね。へえ、本当にただ仕事として作ってるだけの人が作ってるのと、ね、本当にお客さんに喜んでもらおう、幸せな顔が見たいって思って作る人の味は絶対違うんですよね。全然違いますね。なるほど。僕ね、あるお店で不思議だ、とってもね、はい、なんかすごいそのエピソードではないんだけど、そのある場面に遭遇して、そこ結構大盛りに入れてくれるお店だったんですよ、うん、その代わり残さないでくださいね、うん、値段が小中特盛りマックス全部値段が一緒なんですよ、はい、その代わり残さないようにしてくださいねっていうのがあって、でそのお客さんたまたま残してたんですよ結構な割と、はい、そしたらここのやっぱりね、その料理人が来てそこで言い合いをしていたんですよ、うん、でその中でね、そこのオーナーの気持ちも分かるんですよ、うん、一生懸命作ってるから、作ってるから全部食べろよ食べろよって、うん、でそのやっぱりあまりにも多かったんですよ、うん、でもその光景はお客さんは聞きたくないなと、うん、その店の雰囲気とか、うん、であまりにもその一つのことに頑固ではないけど、昔頑固の職人とか言ってたでしょ、うん、それ頑固もいいかもしれないけど、いや自分たちは単純にその雰囲気が好きだし、うん、雰囲気もこのレストランの食堂のイメージとしてあるから、それはなんかこの場所にいたくなかったなっていうのがあって、
ったりするんだよ。雰囲気も大事。そう、なんか板前とか職人とか結構がっつりっていうのがあるでしょ。確かに、はい、これはみたいな、イメージは俺はみたいな。うん、でもなんかそれも全部含めて料理かなとかも、愛情かなとか思ったりして、それも買ってきたかもしれないけど、そこはグッとこらえて、グッとこらえて、あとでお客さん出た後、後ろからこう後ろ蹴りやるとかね、自分たちの見えないところで、いろんな人がいますからね。そう、だからね、食べるっていうことは、なんかこう昔からあるじゃないですか、結構。でもその中でそれを食べるためにいろんなことをしてきて、こう食べてるわけじゃないですか。だからそれがね、なんかとっても、まあ、人間っぽくって、まあ、いいかなと思う。だそういったことを仕事をしてる人ってなんかとっても羨ましい。なんかもう今日今聞いてるだけで本当に魅力が伝わってきました。ありますよね。とっても、これお店では出してるんですけど、お家でこう自分で作る。作りますよ。どんな、ちなみにどんな朝ごはんなんですか。まあ結構あの家では結構まあ手抜きなんですけど、うん、あのまあ、最近は寒いんで、あの鍋を作ることが多いんですが、あのちょっといろんな調味料を試してるんですよね。普通なんか入れないようなものをちょっと入れるとこうなるみたいな。なるほど。なんかちょっと一つ教えてください。鍋の。そうですね。うん、あの最近ま。急に振られるとちょっとどうかなって。最近振られてる間に、あ、普通にあの、あ、僕あの赤いキツネが好きなんですが。おー赤いキツネですか。はい、で赤いキツネの残ったスープで鍋を作り、うん、でそこにあのラー油を入れると美味しかったですね。ラー油なんかちょっと辛いのにも聞こえますけどね。あー、なるほどね。お客様にはとてもその、ね、あのカップラーメンの残り汁なんて使えませんけども、僕個人的に最近ハマったのそれでしたね。ラー油を入れて、まあ、あの一人暮らしの料理なんで。あ、それ言うんでしたら、そんなレベルですけど。緑のタヌキの残り汁にご飯を入れてですよ、はい、その上にベビースターラーメンをかけて七味かけて食べるとうまいです。なんか食が似てますね、2人。いや、おいし、あれ、あの化学調味料の粉ってある意味なんか魔法的な。うまいですよね。あの、でも明らかに自分から言ったら整いすぎてる味だ。怖いですね。うまくて、なんかそれだけで完璧な味ですもんね。だって万人が食べるように作られてるわけじゃん。だから癖がないように開発し尽くされたものじゃないかな。あ、だからあなただけのものじゃはない。うん、でも、うん、みんなが美味しいでこう食べてしまう。そこに自分のエッセンスを加えて、そうそう、あのベビースターラーメンをさらにかける。絶対美味しい、いいですね、絶対美味しい。あー、すごい、多分今日試してるかもしれないですけど。結構試した派で自分、はい、あのご飯に、これあのロシア人の友達がいて、うん、ご飯にホットミルクをかけて、まあ、お茶漬け状にして、うん、そこに、納豆を入れてわさび入れて食べる。ボロシチネマスターバラガスミンテみたいな感じで言われて、ボロシチニネマスターバラガスミンテで、まあうまいを食べてみろみたいな言われて、まずかったんですよ、はっきり言って。でも2回3回食べていくうちに、うん、なんかちょっと癖になってしまう。舌が覚えちゃったんですね。牛乳、ご飯、納豆、わさび。牛乳、ご飯の時点で私なんかもうアウトでしょ。はい、納豆、わさびか。そう、アウトだけど意外に。そう、でもこれ実際騙されたと思って食べてごらんって言って、うん、10人中10人がやっぱりまずいなって思います。なんか引っかかるものがあったら変な顔しないでくださいよ。なんか。なるほど。そうですよね。もはい、いろいろと今日は食について、はい、はい、お話をお伺いしていきました。はい、で、沖縄畑さんのコーナーは、はい、こちらはどこって説明したらいいんですか、ね。そうですね。北谷。まあ
イオンのところに、白のテントが囲いがされたのがあるんですが、まあ、そこのブースの中に、設置しているということで、C1 グランプリで優勝した沖縄グルメ頂上決戦で、これはいつ一昨年ですか。去年が、頂上決戦で、おととしが C1 ですね。2年連続ということになります。すごい、2年連続確かな味、確かな味、すごい。はい、まあ、ぜひ。じゃあ今年3連覇を目指しているということですか。まあ、出られるなら目指したいですね。はい、応援しましょう。応援します。はい、第1回目のものも、もう2回目もこれでチャレンジしますか。そうですね、同じもので、まあ、ソースは変えてますけども。じゃあやっぱりみんながこの味美味しいって票を入れてくれたんですよ。また来年も楽しみですね。楽しみですね。はい、今回のステーキ丼、その他にも、そうですね、当店は、まあ、100品以上の料理がありますので、全て愛情を入れて作らせていただきます。愛情のこもった確かな味、100品、お料理大好きヨッシーさんが愛情を込めて作ってるのでね、はい、ぜひ沖縄畑のお店の方にも来ていただいて、今回のブースにも来てほしいなと思います。で、裏メニューで赤い狐とご飯出してください。それも楽しみにしましょう。はい、ではヨッシーさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いろんな方が来ましたよね。そうですね。赤い狐はびっくりしましたよ。すごいですね。すごいですね。いや、赤いキツネもびっくりしたんですけど、タヌキもびっくりしましたよ。緑のタヌキ。よくカップ麺買ってきたときに、タヌキとキツネ買ったときに、どちら選ばかですか。私はキツネですね。キツネですか。僕キツネです。タヌキなんですか。厚揚げがたまらないので。そばですよ、そば。そば。そば派ですか。そば入れて、最後に、天ぷらを、食べるときに入れる。あれ最初に入れちゃう。ちょっと、ふにゃふにゃダメダメ。僕歯応えがあるのが好きで、だからそのまま食べちゃいますもんね。ダメですよ、ちょっとはふにゃってして。マグロ丼とかあるでしょ。はい、僕苦手なんです。なんでですか。なんか噛みこうカリカリ感がないでしょ。まあそうですね。 それがマグロじゃないんですか。だけどなんかこう歯応えがないのがなんかちょっと、そうですよね。それから言うと今日みんななんか歯応えのある人ばっかりがたくさん来る。たくさん。本当ですね。やっぱりなんかこれが決め手だぜみたいなのを一人一人持ってますね。持ってますね。なんかそれぞれの人がね、いろんな形で来て、リンゴも。そうなんですよね。こう PR だけで聞いていくのも、まあ、ありだと思うんですけど、こう今日みたいにチャーリーさんがこういろいろと突っ込んで、奥の奥までほじくり出して、話を聞くと、いいでしょ？面白いことが出てきますね。みんな、なんか、いらんことしてるでしょ？赤いキツネにご飯って。まさかの。決定取った人ですよ。優勝、オーナーが。なんかそういうのでなんか短さを感じますね。そうですね。茶谷町産業まつり、今日明日、今日明日、はい、こちらで、茶谷町のイオンの横にある、野球場駐車場で、テントが張られて行われています。今日明日行われています。10時から午後7時まで開催していて、明日からキャンプインですか。お、そうですね。そうですよ。ですよね。なので、また、ね、産業祭りに来てキャンプ見てと、いうことですね。にぎわいますね。県外からもたくさん来ますね。来ますよ。ボーンと来ますね。今日明日で、茶谷の魅力を、鏡石、はい、お米行きたいですね。行きましょう。もう目の前にありますからね。ありますよね。梨食べたいですね。食べたいですね。梨まだあるかな。リンゴジュースもあるって言ってましたね。ありますね。今マッサンでもリンゴジュース今作ってるんですよ。NHK のレジ。そうですよね。はい、いろんなテレビ番組で何かいろいろこう
特産品を作ったり、うん、あるいはそれを開発しようとしてる人たちがいるでしょ。はい。でも身近にね、商工会だったり、うん、その自分の商品をいろんな、製品開発をして発信しようというのがね、うん、今日来てなんかとても強く感じましたけど。そうですね。そして茶壇町長ね、はい、茶壇町長さっき歩いてましたけど本当に来なかったという町長歩き回ってましたよ。本当にさっきも向こうで、はい、線とかから出入りしてましたよ。いやちょっとお話聞きたかったですね。聞きたかったですね。いや聞きたかったっすよ。何あのリラックスムードはって何でしたっけ、ゲートボールに行きそうな、なああの仕切るあの人いいでしょ、なんか銭湯でステージイベントとか、はい、あと建築関連コーナーおー体験展示プログラム。なんか沖縄ね、あの気候的には寒くて、ちょっとお家の方からちょっと寒いから今日はっていう人たちもいるかもしれないんですけど、うん、県内ね、いろんな、茶山町では産業祭り、それから名護では桜祭りね、はい、大野山では花と食のフェスティバル、うん、それとなんかお魚さんのフィッシュワングランプリ、はい、そういったね、いろんなものが行われているので、はい、ちょっと足を運んで、そうですね、体をね動かして、そういったものちょっと刺激を受けていいですね。そうですね、いい1月の最後を過ごしてほしいなと。そうですよ、1月最後です。今日はそうですね。で、なんか試食もたくさんあるみたいじゃないですか。はい。今結構お腹いい感じになってますよ。はい、あのザ・ビーチタワーのフリフリチキンもあるので。そうですよ、ビーチタワー、はい、時間大丈夫かな。ビーチタワーフリフリチキン、はい、フリフリっていう何ですかね、フリフリは、ね、なんか何でしょう。あら、食べていいですか。はい、いいですよ。もう感想を、うわ、一言ですごい、うわ、でかフリフリっていうかプリプリですね。でかいですね、うん、いやもうチキン大好きなんですよ。チキン、ザ・チキン、はい、ザ・チキン、そうそう、あら、大きくいただきましたね。うん、ほんとフリフリ、フリフリ、うん、なんだろう、フリフリって食べたら中でフリフリになります。あ、おいしそう。味は何味ですか、これは。うん、照り焼き、うん、照り焼き、うん、いや、はい、食も堪能して中まで染みてますね、うん、はい、ありました。そしてチャーリーさん、はい、こちらの、うん、産業祭り、茶壇産業祭り、はい、会場までなんですけど、はい、車がちょっと難しいよっていう方、まあ、茶壇町に住んでる方、うん、にはいいのかなと思うんですけど、うん、巡回バスが運行しています。へ、はい、で会場から、うん、これは東原公民館前、あ、東原公民館、そして上瀬戸、上瀬戸公民館前、はい、で二来センター、 FM 二来、二来ですね、はい、はい、で、まあ、会場を経由して、うん、保健相談センター、あー、もうこれはもう地元、ザ・地元ですね。うん、で、北玉公民館、あ、北玉公民館、あー、下付近、下付近で、巡回バスが運行していて、うん、で、この時刻表とかっていうのはあのバスの停留所にあるんですか。あ、会場で多分会場とか、はい、まあ、ネットの方を見ていくと、はい、その茶壇町のホームページに産業祭りの、はい、お知らせが載っていると思いますので、はい、ちょっと来るのが無理だなっていう人が、そういった巡回バスも利用していいかなと思いますね、はいはい、そうですね。この後は1時31分が一番早い会場からの出発のバスになりますので、うん、いいですね、はい、ぜひこちらも利用し してくださいね、うん、ちょっと歩いてみて、この、ね、寒さ吹き飛ばしてみてください、はい、お届けしました、山田みなみワンダフルワールド、はい、なんか一瞬寒いなと感じたんですけど、食べてる間にちょっと体あったかくなりました、ね、はい、そうですね、この後このフリフリチキンを食べるのがちょっと楽しみです、はい、バスの中でも二来の、あのラジオを放送してるそうです。あ、そうなんですか、皆さん聞いてますか、はい、すいません、まだ行けますか、はい、
巡回バスが、はい、A コースと B コースがあったようです、はい、すみません。で今私が紹介した東原公民館前上瀬戸公民館未来センターそして保健相談センター北玉公民館下付近が B コースですね。 B コースです、はい、で A コースの方は柿の花文具前、はい、で砂部公民館前、はい、海ワーク駐車場、北谷町2丁目停留所付近、ビーチサイドコンドミニアム向かい、北谷町1丁目停留所付近、中華食堂ドラゴン向かいということでね、はい、あるようなので、ぜひ皆さん、それぞれの場所、はい、確認してくださいっていうのがありますが、もうジングル入ってますね。はい、早いですね。終わりですね。ではユーストリートの方で、じゃあ、あ、ユーストですか。さあ、これユーストですか。ユーストですか。はい、じゃあちょっともう私お腹空きましたよ。スイッチさん、食べましょう。うん、食べましょう。はい、お疲れ様です。食べましょう。あ、これ麺の感じでしょ。あ、いいですよ、全然。これはもう詰めた、一緒に。いやいや、もう全然もう。いや、チャーリーさんお願いしますよ。あの、準備したから彼が怒る。一緒に一緒に考えて見ながら、これがいいなって買って食べた方がしましょう。これは僕たちが食べますから。でもちょっと持って帰りましょう。そう、僕は大丈夫です、はい、これは猫舌なんで僕たち。とりあえずこれは一緒に行かれてから、いろいろあると思うんで見られながら購入した方がいいんじゃない。行きましょうね。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。今日前よりは寒くないですよね。あ、まだ風邪ひいてる。映画祭よりは。あ、あれはもうひどかったで。どこ行っても寒い。はい、こちら。はい。山田です。あ、確か家町であってました。